はい、それでは、僕が今回ハワイの旅行、新婚旅行で買ってきた、ものを紹介したいなと思います。はい、買ったのは、5点になります。まず1点目が、最初の買い物の時に買ったサンダルなんですけども、このレインボーサンダルって言って、向こうでは確か65ドルで購入したんですけども、だいたい日本円にしたら7000いくらなんですけども、日本で買うと1万3000ぐらいなので、およそ多分5000円ぐらい安く、向こうで買えました。で、このレインボーサンダルっていうのはカリフォルニアのブランドのサンダルで、もともとがビーチにこうサンダルとかが捨てられてたりとかしてるのを見て、その丈夫でずっと履けるサンダル、だから捨てられへんサンダルを作ろうっていうのが始まったのがこのレインボーサンダルなんで、まあ鼻緒のところが丈夫で10年履いても切れへんって言われてるぐらい丈夫なサンダルをこれは作ってます。なので、まあまあ65ドルで、まあ、日本円で買っても1万3000ぐらいなんですけど、まあ、10年履けるって考えて、まあ、経年変化もあるんやったら、まあ、僕は安い買い物じゃないかなというふうに思います。僕一番この薄い色味を買ったんですけど、他にも知り合いの方にお土産として違う色も買ってるんで、ちょっと見てもらいます。で、次に薄い色味がこれですね。これがブラウンですかね。ブラウンの色味を購入してます。で、さらにもう一つがダークブラウンで、実際色味的にはもう一色あって、ブラックもあったんですけど、一応その4色があったうちのちょっとブラックはその、知り合いの方のお土産に対してちょっと知り合いの方に合わないかなと思ったんで、この色味を買いました。はい、ということで、まあ、日本より5000円ぐらい安く購入できたかなと思います。一応レディースもあって、レディースこれ嫁蔵が買ったんですけど、嫁蔵のがこれで、まあ、メンズと比べるとちょっとこの紐のところが細い感じのがレディースで、こっちがメンズになってます。では次2点目が、パタゴニアに行った時のものなんですけども、パタゴニアでこの、ハレイワに行った時にカバン買ったんですけども、このハレイワって書いてるパタゴニアのトートバッグですねを購入しました。こちらが、値段がですね29ドルになってます。なんでおよそ3000円ちょっと、まあ表記は全てまた115円で、この日の1ドルあたり115円で計算しているので、多少まだ前後あると思うんですけども、一応まあそういう形になってます。で、トートバッグで普通にまあ中身がこうあって、ちっちゃいポケットがある感じで、あとはもう普通にガバッと入れるようなタイプになってます。はい、という感じのバッグです。はい、29ドルでした。次は、T シャツです。これはサーフ NC っていうところに、ハレイワの、パタゴニアの後に行った店なんですけど、サーフ NC で買った T シャツです。まあ、バンズの T シャツで、これがハワイ そのサーフィンの大会で実際に作られたあの T シャツみたいで、多分大会とか出てたらタダでもらえるんかどうかわからないんですけど、あ、珍しいなと思って、はい、購入しました。で、着てみるとこんな感じです。はい、ということで着てみたらこんな感じです。一応サイズは S サイズで着用してて、で、まあ、タグもついてるんですけど、まあ、こんな感じですね。後ろとかはこんな感じで、こんな感じで切れてます。はい、まあ、サイズもジャストで、もともと S サイズからしかなくて SML ぐらいまであって、結局その自分は M かなと思ったんですけど、やっぱり向こうのサイズで見たら S かなっていうことで S 購入しました。はい、で次も、またサーフ NC でもう1枚 T シャツ買ったんですけども、それも同様 S サイズで購入して、これは嫁蔵と、お揃いで買いました。まあ、同じ S サイズなんですけども、まあ、これは前にノースショアって書いてて、でサーフボード持ってる人がいてて、まあ、同じプリントが後ろにも背中のところにもあるんですけども、これも見てもらったら、このサーフ NC っていう店自体がもう1955年からある、ハレイワの方でも一番古いサーフショップみたいで、まあ、記念に買ったっていう感じです。はい、先ほども言ったんですけども、こちらも S サイズで、購入しました。まあ、ジャストかなって感じです。まあ、生地もそんなにこうなんかゴワゴワしてる生地じゃないんで、ほんまにさらっと着れるんで、まあ、なんかサーフィンとか行った後とかにさって着てたらいいかなと思って買いました。はい、はい、では、最後、5点目なんですけど、5点目が、財布を買ったんですけど、財布は、以前も紹介したこのスローの財布を普段は使ってるんですけど、やっぱり服も例えばスーツがあったりデニムがあるように、その場所場所によって用途ってこう分けてるじゃないですか。で、まあ、この財布もどっちかっていうと結構カジュアル寄りな財布なんで、そのスーツの時とかはちょっと合いづらい
で、まあ、今までスーツ着ることがほとんどなかったんで、まあ、いいかなと思ってたんですけど、まあ、これから何の仕事するかわからへんし、まあ、きっちりする時もあるんかなっていうので、まあ、普段使いはもちろんこれなんですけど、その綺麗めな時に使う用として、まあ、これからずっと使えればいいかなと思って、今回このボッテガで財布を購入しました。でボッテガで買ったんですけども、やっぱりあんまりこう色味とかが被りたくないなと思って、黒とかブラウンとかそういう色味じゃなくて、ちょっと違う色味で購入しようと思ったんですけども、それがライトグレーみたいな感じの色味のものを購入しました。本来なら、まあ、要はボッテガ特有のこの編み込みの部分とかで考えると、こうガシガシ使うような財布ではないと思うんですけど、僕の用途的にはまあ普段は使わないんですけど、やっぱり綺麗めな時とかにできたらいいかなと思うんで、まあ、そのガシガシ使う予定はないんでって考えれば、まあ、こういう財布はいいんかなと。あと経年変化とかも特に求めてないですしって考えれば、まあ、グレーでも全然いいかなと思って今回こちらを購入しました。カードが入れれて、まあ、札が入れれて、もうこの中に入れれてっていう、まあ、普通のシンプルな財布ですかね。はい、というのが以上5点僕がハワイで購入したものでした。今回はいっぱい買おうとは思ってなかった、まあ、財布はもちろん高い買い物やったんですけど、それ以外に関してはほとんど、まあ、バッグも29ドルで T シャツも29ドル29ドルなんで、まあ、そんな高くないかな。あとサンダルも65ドルとかなんで、はい、では以上今回のハワイで購入した5点の紹介でした。どうもありがとうございました。